はいどうも、ノベルテギラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回は絵を描く時のモチベーションを保つための対処法についてですね、ご紹介していこうと思いますので、ぜひよかったら最後の最後までお楽しみください。はい、始まりましたけども、今回はですね、まあ何に対してもね出てくると思うんですけど、モチベーションっていうね、まあモチベーションって言われたら、その物事に対してのですね熱意であったり、まあ皆さんね、何かしら今日ね勉強するモチベーションめっちゃ高えわとかね、モチベ高とかね、そういう言葉とか使ったりすると思うんですけども、まあ、確かにね、絵を描く時のモチベーションって多分みんなもね、ある時とない時っていうのは差がすごくあると思うんですけども、これってね、最初に言っておくと、モチベーションって僕もね最近ですね、自分によく言い聞かせてることがあって、それは何かというとですね、今日のモチベーションは明日のモチベーションじゃないっていうですね、その言葉っていうのを心にめちゃくちゃ言い聞かせてますね。どういうことかというと、例えばですね、今撮影しているこの段階のモチベーションがここだとしましょう。でも明日のモチベーションはもしかしたらもっと今日よりもめちゃくちゃですね、いいモチベーションの可能性もあるんですよね。もし仮に明日がめちゃくちゃ高くて、そして次の日はですね、もっとね、その今日よりもモチベーションが低いね、まあところにいる可能性もあるんですよね。それが毎日こういう感じでですね、モチベーションが全部違うっていうことをですね、最初に理解しておかないと、モチベーションを保つっていうのは結構難しくなるのかなと思います。まあ先ほど言いましたけども、今日のモチベーションは明日のモチベーションじゃないっていうのは、例えばね、今日めちゃくちゃね、もう絵を描くのにね、モチベ高かったわ、最高だった、明日も頑張ろうっていうね、まあそういう気持ちをですね、まあ実際に言うことはめちゃくちゃいいと思うんですけども、実際じゃあ明日になってみたら、昨日ね、あの時言ってた言葉、明日もね、その今日モチベ良かったからめちゃめちゃ明日も頑張ろうぜって言ってたね、自分はどこに行ったんだっていうぐらいですね、もしかしたらめちゃくちゃモチベが低い可能性あるじゃないですか。なので、まあ僕はよくね、気持ちとしてはさっき言った言葉の通り、もう今日のモチベーション、まあ例えば撮影に意欲がありますと、もう今日一日で撮影何本も撮れますっていう日は、まあ、今日は今日のモチベーションで全力でやるんですよね。でも今日例えば撮影が5本撮れましたと、で5本撮れたからといって、明日じゃあね同じように5本撮れるかって言われたらそうじゃないよねと。なので今日のモチベーションは今日頑張って、明日は明日のモチベーションに合わせて頑張るっていうことをすると、結構ね、そのモチベーションを保つっていう部分においてはですね、まあメンタル面っていうのか分かんないけど、気持ち的にはですね結構楽になるんじゃないかなと思っております。でね、こういうですねモチベーションってさ、実際一番いいモチベーションの保ち方っていうのは、多分みんなですね、こうやってですね、ちょっとね赤い線で引こうかな、モチベーションってさ、こうやってですね保つことができれば最高だなって思ってる方多いと思うんですよ。僕だって絵を描くモチベーションがね、今日めちゃめちゃ良かったら、今日のままですね、もう1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、ましては1年とかね、もう続けて同じモチベーションだったら、絶対的に最高のイラスト、最高の作品できるよねって思うんだけども、実際こういうモチベーションを保つことって多分無理じゃないですか。おそらくそれ保てるのマジで AI ぐらいっていうかさ、なんだろう、ロボットとか、本当にね、感情にね、揺さぶられないね、ことが必要だと思うんですけども、でも、僕たちができるのって言ったら、例えばね、これ今日のモチベーション、明日ね、明後日、しあさってとかね、まあ1週間のモチベーションがこういう感じで動くかもしれないけども、できるだけこの赤いラインにですね、モチベーション近くね、できれば、確かに明日のモチベーションは今日よりも高いかもしれないけども、ここのちょっと下がるかもしれないけど、平均的を見ると赤いラインに近い方が、僕とはね、なんだろうね、その絵を描く上でのモチベーションを保つっていう部分では、結構大切なのかなと思いますね。もちろんよ、別に上がる分には僕はねいいなと思うけど、下がることに対しては結構さ、最悪じゃないですか。もしかしたら今日ね5本撮影できてね、明日はもしかしたら10本とかありえないけども、10本撮影できてね、明後日はですね1本もね撮影できなかったら、もしかしたら0本かもしれないっていうね、まあモチベーションの日もあるかもしれないですよね。そうなった時に、じゃあどうやって
して、まあ、近づけるかっていうね対処法なんですけども、もしねモチベーションがじゃあ下がってきた場合、まあね今日やる気出ねえな、今日絵描くのちょっといいかなって思うことがあれば、まあ自分に一つですね、なんだろう、もう毎日の目標にしてしまえばいいかもなと思ってて、毎日ね例えばね毎朝毎晩ね飯食った後とか歯磨きするじゃないですか。要は習慣化してしまえば、それをなんかモチベーションを保つっていう世界線じゃなくなると僕は思ってて、だってさ歯磨くのってさ別にね今日モチベだけはとかねならないでしょ多分。わかんない、もしかしたら歯磨くときやべえ今日歯磨くモチベだけとか思ったことあるかもしれないけども、僕はね少なくともなくて、もう毎日もう流れで朝起きたらまずは歯磨いてみたいなね、でまあランニングするからランニングウェア着て、そして走りに行くみたいなね、まあ気持ちで行くんだけども、まあ、実際朝起きてですねテンションねだだ下がりの状態でですね朝起きることってほぼほぼないと思うんだけど、もしかしたら悪夢とかね見てしまってテンションがちょっと低い状態からスタートするかもしれないけども、だとしても歯磨きって絶対すると思うんだよね。今日何があろうと歯磨きはすると思うし、夜寝る時も歯磨きするだろうし、まあ一日ね、まあ何がいいこともあれば悪いこともあると思うんだけども、それでもね歯磨きとかって日常ねもう習慣化してしまえばですね、もうちゃんと磨くっていうのは多分何も考えずに磨けると思うんですよね。っていうことはモチベーションももしかしたらその、まあ、絵をね描くそのモチベーションっていうのは確かにそのなんだろうな難しいかもしれないけども、その習慣化、もう僕は基本ねペンをねミリペン持たない日がほぼほぼなくて、もう毎日ですねもう1時間2時間3時間ってね絵を描く日々が続いてるんだけども、そういうですね、まあ確かに3時間とかねちょっと絵描く時間取れないよっていう方は1日30分でもいいし1日5分でもいいので、絵を描く時間を設けてみると結構僕はねいいんじゃないかなと思ってて、でね一つ今思ったのは、そのね決めた目標よりもやべ今日モチベ高いからやろうかなと思っては僕はね意外にやらないかもしれないですね。例えばですよ、今日1日まあそうだな3枚絵を描きますって言った時に、1日3枚ね絵を描きますって言って目標掲げました。でうわやべ今日めちゃめちゃモチベ高いからちょっと5枚ぐらい絵描いちゃおうかなみたいな、そういう気持ちがあるかもしれないけども、僕はですねこのモチベーション高い時って結構ね次の日にですねなんかマイナスになってしまうことがあると思うので、僕ねもう目標を決めたらもうその目標以外のことはしないね。なので調子が良くてももう1日3枚って決めたらですね3枚までしかしないかもしれないですね。で、まあ、次の日も3枚って決めたら3枚はですね必ず書き切るみたいなね、そういう形でですね、まあ、モチベーション高くても、まあ、高くなくてもですね1日の目標をそれぞれ決めてしまえばモチベーション関わらずですね絵を描くことできるんじゃないかなと思いますし、まああとねもうモチベーションめちゃくちゃないですと、もう絵描くことちょっと無理かもしれませんみたいな、もうモチベーションどうしても上がりませんっていう方ももしかしたら中にはいると思ってて、そういう時はね一回ねもうやめちゃえばいいと僕は思ってます。結構ね今もしかしたらねこの言葉がきついなって思うかもしれないんですけど、僕ねまあ、2年間、まあ、2年ちょいねもう YouTube で絵を描き続けてこのような形でですねいろんな方と出会えてるっていうね本当に素晴らしい景色を見させていただいてる真っ最中なんですけども、実際絵を描き始めたのは確かにね本気でね毎日のように絵を描くっていう日々が続いてるのは本当に YouTube を開設した時からって言った方が正しいんですけども、けどそれよりも前にですね実は Instagram でですね、よかったらアカウントね、まあ、見ていただけると嬉しいんですけども、その Instagram でそれよりも前にですね僕はね絵の作品をですね1年以上毎日絵をね描き続けて投稿してたっていうのがあるんですよね。でもそのまあ多分4年前とかになるのかな、わかんないけど大学生の頃だから、その大学生の時にまあ絵を描き続けて毎日投稿してたんですけども、ある時ねまあ最初はね絵をね描くのが楽しくて上げてたんだけども、どん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 ね毎日上げないとっていう気持ちになって、なんかねモチベーションが上がらなくなって、ある時を境にですねピタッとねもう投稿するのをやめちゃったんですよね。だからその時を考えると僕はですね、まあ、あの時、まあ、やめてよかったなと思いますし、結構ねなんだかんだ好きだったら僕ね戻ってくると思うんですよ。僕ね絵を描くこと大好きです。もうこれは小さい頃からですね全然変わらなかったんだけども、別に絵を上手くなろうとは思って手はないかな、まあね、今はねちょっと絵上手くなりたいというか自分のね世界観を広げたいという気持ちはすごくあるんだけども、そのインスタグラムの
頃ね、絵を上げてた時に一回ね、本当にやめて1年以上多分空いてからこうやってですね YouTube に出会ってると思うんですけど、ちょっとね正確なね数字は分かんないんですけど、それで今ねこうやって2年半以上かな、もう2年半にもうすぐなるのかね、続けてきてるっていうのは別にそのやめてよかったなと思ってますし、それでモチベーションがなんか下がってさ、なんか絵のことが嫌になるっていうのが一番嫌だなと僕は思うので、もしね絵を描きたくないなってね、そのモチベーション上がらないなと思ったら、別にそのなんだろうな、あの一回ペン置いてもいいんじゃないかなっていう気持ちがすごくあります。でもあの学校とかでそのまあなんだろうな、美大とか行ってて課題に毎日追われてるから、その課題に取り組むモチベ上がりませんみたいな、そういう場合は別ですよ。あの野辺くんがモチベ上がらなかったらね、ペンを一回ね置いていいって言われたからもう課題やりませんみたいな、そういうのは話が違うけども、その課題を取り組むことっていうのはね、まあ一応ね一つ言っておくと、そのモチベーションが上がらなくても、まあ上がってる時もそうなんですけども、まあ結局は自分のためになるからね、それは踏まえて、まあ頭のどっか片隅に入れてもらって、でまあ、ペンを置くのか置かないのかっていうのはもう自分のね自己判断っていうか、もう自己責任ですね。そういうところから、まあ、自分でちゃんとね絵を描く上でですね、まあ楽しく描くのがやっぱ何でもね本当に素晴らしいと思うので、やっぱね休みたい時は休んだ方がいいなと僕は思っております。でまあじゃあ休めなくてもう毎日絵を描かないといけません、でもモチベ上がりませんっていう方も中にはいると思ってて、そうなってきたらですね、僕はまあ僕が個人的にモチベーションっていう考え方はあんましてないんだけども、確かにでも撮影でわ今日めちゃめちゃ撮影頑張ったわっていう日はね何度もあって、今日はダメだったわっていう日をですね僕はダメ日とか言ったりするんですけども、わ今日ダメ日だったわってね自分で言ってる時もあるんですけど、まあ、比較的に僕多分1ヶ月を通してね、まあ、YouTube でこのような形で2年ちょっとね続けられてるっていうのは、確かにモチベーションを、まあ、平均ぐらいでですねキープできてるからできることだと僕は思ってるので、まあモチベーション維持するためにやってることといえば、好きなことをするっていうのはすごく大切だと思いますね。もちろん絵を描くことが好きなことだと僕も思ってます。僕自身も絵描くことは好きなんだけども、僕って結構ねインドアでもアウトドアでもですねどっちでも行けるタイプみたいなね、もともと僕ねアウトドアでもありインドアでもあるんですけど、まあここ2年ねゲームしてないんですけど、まあゲームが好きな方はゲームをしていただいてもいいですし、音楽が好きな方は音楽を聴いていただくっていうのもありだし、その本を読むのが好きなら本を読むのでもいいですし、なんかねいろんなねなんかそのまあ絵のねためになることって勉強することもすごく大切なんだけども、やっぱ時にさその勉強するの嫌だなって思うこともあると思うんですよ。僕でもあるからね。だからそういう時はですね、まあ立ち止まることも大切だし、僕は結構ね絵描くとやっぱり比較的にね絵描く場所って基本僕は家なんですけど、こういうさ密室の中でさ絵描くとさ、まあ、大体一人で描くのでなんか静かに、まあ僕音楽つけるんですけど、音楽つけたりやってても毎日同じ空間で毎日同じ絵描いてるとですね、同じ絵じゃないけどその作品を描いてるとですね、やっぱり1年を通してですねそのメンタルっていうのはですね、まあ、病むっていうところまでいかないけど疲れてくることは絶対あるんですよね。そういう場合はですね結構僕は息抜きとして、まあこのご時世ですけども、最近はね外にもね全然出れるような状況になってきてるので、普通に友達と飯行くのもいいと思いますし、一人でですね僕はねおすすめしてるのは普通に、まあ、旅行じゃないけどもなんか旅に出るとか、本当に旅に出るって言った瞬間さ病んでるのとか思う方もいるかもしれないけども、普通にですね旅に出てそこで絵を描くっていうのがですね、またね自分が今までね部屋で描いてたのにまた違うね景色の中で絵描くとめちゃくちゃ脳もリフレッシュできるしめっちゃ楽しいんですよ。これねマジでおすすめですね。そうするとですねなんかね気分的にも旅行してるしでね、まあ、絵描いてる環境も変わってですね、なんかね明日からも頑張ろうみたいなね、明日
したからって言ってもね、あのさっきのね、あのオープニングで言った言葉を思い出してほしいんですけども、その今日のモチベーションは今日のもの、明日のモチベーションは明日のモチベーションなので、そう今日ね、まあ旅行して、そして絵描いたモチベーションっていうのは必ずしも明日続くわけじゃないので、まああのモチベーションってね、別に持っていくことできないので、もう今日のモチベーションがね、できればね、どん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 ね、上昇していけばいいんですけど、そういうことって多分ないと思うので、まあもしかしたらね、天気が雨だったらですね、テンション下がる方もいるし、モチベーション下がる方もいると思うんですよ。で、そういうのがあるので、まあ一概にモチベーションがですね、ずっと上昇し続けれればいいんですけど、まあ、そういうことってなかなか難しいので、まあ自分が好きなその娯楽っていうのも、まあ考えながら、楽しみながら、そしてですね、時にはね、自分にご褒美を与えるっていうのもありなんじゃないかなと思っております。なので皆さんにも忘れないでほしいのは、今日のモチベーションは今日だし、きっとこの動画を見てですね、ちょっとモチベ上がったわっていう方もいると思うんですけども、今日今ね、上がった瞬間のモチベーションっていうのは、絶対に明日ね、同じモチベーションはほぼほぼありえないと思っていいので、もし今日絵描きたいと思ったなら、その絵をね、描きたいっていう気持ちのまま今描いてください。で、絵描いてみてなんか違うなと思ったら、それでやめればいいし、で明日ね、まあちょっとのべくんの動画昨日見たから、ちょっとやってみようかなと思えば、そのね、今日、まあ明日か、明日やっていただければいいんですけど、気づいた時にはね、明日はですね、そのモチベーションじゃない可能性もあるので、まあそのそれぞれの一日ごとのモチベーションに応じてですね、やるっていうのが大切だと思いますし、そのね、まあモチベーションの、まあ高さっていうか低さっていうんですか、高低差があると思うんだけど、その日その日のモチベーションに応じてですね、一番自分がですね、できる範囲のそのなんだろうな、生産性っていうんですかね、レベルの高さを保持していればですね、おのずと僕はですね、なんかね、達成感っていうのは得れるんじゃないかなと思いますので、だから今日ね、まあ例えば撮影ね、5本しましたみたいな、もう最高だったねっていうね、もう自分なりにはですね、撮影5本できた日なんてもう素晴らしい日だと思うんですけど、まあなかなかないんですけど、まあそういうのができたりとか、まあ明日は明日でですね、ちょっとね、今日よりもモチベーション低いなと思ったら、まあ3本とかね、目標を掲げたりとか、そういう形でですね、臨機応変にね、その日その日のモチベーションに応じてですね、やっていくっていうのが大切なのと、まあ、あとは習慣化してしまえば、モチベーション関係なくですね、やることはできると思いますので、そういう形でですね、習慣化してしまうっていうのも一つだと思いますし、あとは自分が好きなものを周りに置いていくとですね、どんどんね、自分が好きなものが溢れていってですね、結構ね、まあなんだろうな、好きなものを溢れるとさ、モチベ高くなりません？わかんないけどね、まあ結構僕はそういうのがありがちなのと、あとは環境を変える、自分の部屋でね、いつも絵描いてた人はたまにはですね、図書館行ったりとか、自然の中で公園とかで絵描いてみたりとか、海でですね、まあビーチで絵描いてみたりとか、そういう環境を変えるだけでですね、結構自分のですね、そのモチベーションを維持するのってめちゃくちゃ簡単にできるので、ぜひよかったらですね、参考にしていただけると嬉しいなと思っております。あとはやっぱりね、自分の世界で絵を描くことっていうのがすごく大切かなと思いますね。もちろん絵をね、今日から始めましたっていう方は、模写とかいろんな好きなアーティストさんの真似をして絵描くっていうのは大切なんだけども、やっぱり真似をして絵描くっていうのはちょっとね、飽きが来るんじゃないかなと思いますので、そういうのがですね、ないためにも自分の一つね、ルールを設けて、まあ僕だったらそのひまわりくんを描くとか、そういうお花とか好きならね、好きなものを描かないと意味ないと思うんですけど、好きなものの中にルールをつけてですね、その中で物語を作っていくと、結構ねモチベーションってね、維持し続けることができるんじゃないかなと思いますので、ぜひよかったらですね、今回の動画ね、参考にしていただけると嬉しいなと思います。またね、オープニングで言いましたけども、最後の最後ですが、まあ今日のモチベーションは今日のモチベーション、明日のモチベーションは明日のモチベーションということで、ぜひですね、今日のモチベーションをですね、最高なものにしていただいて、明日は明日のですね、最高なものを作り出していただけると嬉しいなと思います。では皆さんと一緒に、また明日以降の最高の後の世界でお会いしたいと思いますけども、明日はどんな後になるのか僕にも分かりません、そして皆さんにも分からない、だから一緒に確かめていきましょう。明日のモチベーションが今日よりも最高なものでありますように。では皆さん、また明日お会いしましょう。バイバイ、ありがとうございました。モチベモチベ、バイバイ。